第5原理腸造血説骨髄造血説の否定赤血球は骨髄で作られるのではなく生命力に富んだ食物が腸の獣毛で変化してできたものであり腸こそが造血臓器である現代生物学では血液細胞は骨髄で作られるとされておりこれは常識として生物学者や医学者のほとんどが疑おうとはしません しかし骨髄造血説について文献的に詳しく調べてみると骨髄造血説は単なる仮説に過ぎずその科学的根拠は極めて曖昧であるという事実にぶち当たります生物を系統発生学的に遡ってみると原始的な生物の造血臓器は消化管であり高等動物の造血機能だけが骨髄に移行するという現象は 科学的には起こりにくい現象であると考えられます。千島学説では、造血は消化管、特に小腸で行われていると説明しています。現代医学の定説では、小腸の内甲の重毛上皮細胞は、消化運動のために擦り切れて、常に腸管内に脱落し、相当なスピードで、 下方から細胞分裂により補給されると説明されていますが実際にはこの部分では細胞分裂像はほとんど見られません私はこの点について人の小腸の顕微鏡標本で丹念に確認しましたが分裂増殖が盛んであるとされる小腸の重毛上皮細胞に細胞分裂像はほとんど見られず既成学説が かにいいいかかに加減でであるかを認識させられた次第です。千島学説では小腸内で食物が無構造な有機物の塊これをモネラと呼びますを形成しこのモネラから小腸重毛上皮細胞が新生し小腸重毛上皮細胞から小さい赤血球をいくつかはらんだ赤血球母,母細胞が新生し赤血球が増血されるとしています。 この赤血球母細胞は、ある有名なアメリカの組織学の教科書では、泡状白血球と呼ばれ、その機能は不明であると記載してあります。次のページの写真は、私が撮影した、人の小腸の粘膜固有層に存在する泡状白血球の所層を示します。泡状白血球は、内部に赤血球のように見える下流を含んでおり、 千島学説では赤血球母細胞であると考えています。寄生学説では消化管は食物を高分子程度に分解して吸収する化学工場の役割をしていると考えています。しかし、千島学説では生きた食物の細胞の生命体が動物の生きた細胞に変化する細胞新生の場と考えており、この点から。 食物の生命力がそれを食べる動物の生命力を決定すると考えることができます。規制学説では、造血は主に手足の骨の骨髄で行われていると説明されていますが、外傷で手足を失っても貧血が起こらないとう実例や、鳥類の手足に相当する骨は、軽量化のために空洞となっている現象などが説明できません。 何よりも、骨髄の造血幹細胞造血細胞の親となる細胞が形態学的に証明できていないのにどうしてこんな説がまかり通るのか不思議というほかありませんこの造血幹細胞については後に詳しく解説します第6原理遺伝学の盲点生殖細胞の結球由来説生物が生まれてから一生の間に その環境によって育まれた形質は子孫に遺伝する獲得形質の遺伝の肯定説また精子や卵子などの生殖細胞は体の組織と別物ではなく赤血球が変化してできる生殖細胞の赤血球由来説現代遺伝学の既成学説であるメンデル・モレガン学説では細胞核の染色体の中にある遺伝子が 生物の形質を決定しており遺伝子は原則として突然変異以外では変化しないと主張していますこのため生物が一生の間に経験して得た獲得形質よく使うためにその臓器が発達することなどは子孫に遺伝しないとしていますわかりやすく言えば普通の状態ではカエルの子はカエルであって トンビがタカを生むようななな事態はは突然変異以外ではありりえいことになりますしかし生物界をよく観察すれば理屈はともかく獲得形質は遺伝するとしか考えられない現象が多くありますスターリン独裁時代のソ連ではルイセンコやミチューリンといった著名な生物学者が獲得形質は遺伝するとした獲得形質遺伝説を主張しこの学説は 湖未中林学説として一世を風靡し主流学説となっていました未中林も類ンコもこの学説をもとに農作物の品種改良を行い優れた耐寒性の作物を多く作り出しソ連の食料増産に貢献したのですところがこの学説は共産主義のイデオロギーを宣伝する手段として政治的に使われたために 学会では偏見を持たれ今では過去の学説として葬り去られていますしかし遺伝子が外からの影響で絶対に変化しないとする寄生学説は実は仮説に過ぎず最近は疑問視されるようになっています千島学説は獲得形質は遺伝するという立場に立っています寄生学説では 体細胞と生殖細胞、精子と卵子は全く別々の無縁の存在であるとしていますが、千島学説では、生殖細胞は、血球から変化した体細胞から生じるとしています。最近、話題となったクローン羊は、核を抜いた卵子と乳腺細胞の核の合体によって、新しい個体が発生しており、 体細胞の核からも新個体が発生するという既成学説から考えれば驚くべき現象が実証されましたこのことは千島学説から考えれば当然なのです第7原理進化論の盲点生物進化の最も重要な要因は環境に適応した強い生物が生き残ったのではなく同じ種類の生物の助け合い または違った種類の生物の助け合いという強制現象である。ダーウィンの進化論は、進化の要因は弱肉強食の生存競争による自然淘汰であると説明していますが、このような点のみを徴用しすると、自然淘汰されて絶滅するはずのバクテリアやウイルスなどの多くの下等生物が現代も多数生存している事実は説明が困難となります。また ライオンやトラなどの食物連鎖の頂点に位置している強いはずの猛獣はそれほど頭数が多くはなくこの世の春を謳歌しているわけでもないのはなぜなのでしょうか千島学説では生物進化の最も重要な要因は共生や相互扶助共存共栄であると考えています生物同士が協力してよりよく生きていこうとする力人間同士なら 愛とといいいうう表現を使ってても良いような力力こそが進化の原動力であるとしています正当進化論を批判した今西金二氏の唱える今西進化論も生存競争による自然淘汰ではなく生物が住み分けしお互いの共存を図ることこそが生物進化の第一の要因である主張しています今西氏の進化論は獲得形質の遺伝を支持しており その内容は千島学説に近いと言えます。第8原理「新進一女の生命弁証法」「自然や生命の波動」「螺旋的傾向」千島木久氏はその著書の中で次のように述べています。科学者の中には哲学は科学者にとって無縁のものだと考えている人が多い。中には科学者が 哲学的思索をすることを邪道しする向きさえもある。しかし、科学と哲学は互いに無縁のものではない。実は、密接な関連を持っている。ある,る意味では不可分な一体である。今日、科学を離れて哲学が成立しないのと同様に、正しい哲学なしでは、科学の正しい発展はありえない。私は、 哲学と科学のものの見方を統一した学の立場すなわち明らか学が真の意味での学問であると考えているこれは科学的事実と正しい哲学理論の一致したものが真実であるということになる科学も哲学もまり自然の真の層を探求する点では変わりはないただ科学は事実を中心とし哲学は 論論理理論や認識の額であるこれらはいずれも研究の便宜上自然にそのような立場に分かれてきただけである。自然や生命の真の層は科学と哲学が双方を相まって究明されるべきもので両者の間に対立があってはならない。